これまで大学トップアスリートの一日を描き出してきたザ・スターズ。今回はこれまでまばゆいばかりの輝きを集めた総集編として女性アスリートを特集。さらに密着後に全日本インカレで彼女たちが見せてくれた熱戦と合わせてこれまでの研鑽を振り返る。ザ・スターズ、10人十色の個性とその輝きを記録する。まず一人目は大阪体育大学薙刀部の福岡あゆみ。学生生活最後の全日本インカレで彼女が目指すのはインカレ3冠が目標です。演技競技と試合競技の個人戦団体戦に種目が分かれる薙刀。三冠とはその全てで優勝することを意味します。これまで演技競技で2連覇をしている福岡選手ですが、その道のりは険しく過酷なものとなっています。お願いします。2人1組なので2人で1つの演技を正しくできている方が、2連覇していた時の組ませていただいたのは先輩だったんですけれども、今年からのペアなのでその息を合わせるのはすごく大変なんですけれども、やるしかないので息を合わせれるように頑張ってます。ビデオでチェックしながら納得がいくまで繰り返し練習。そんな福岡選手は後輩から見てどのように映っているのでしょうか。いただきます。普段めっちゃ優しいです。はい。ええこと言うやん。つかの間の休息の後は再び練習。今回の全日本インカレでは試合競技での優勝も視野に入れているため、練習にも気合が入ります。薙刀危険対一致っていう言葉があるんですけど、気持ち、剣、体が一致した動作で打突しないと一本にはならないので、その危険対一致の動作をすることが課題です。試合が直前になったら、試合が近くなったら、今できることに力を注いだ方がいいね。今までやってきたことを信じて、自分の実力を信じて、今目の前にいる相手に集中する。大阪体育大学で三冠をしたのは、今監督の天川先生が4回生の時、何十年かできていないので、インカレ三冠が目標です。そして迎えた大会当日。試合は福岡選手の3連覇がかかる演技競技から始まりました。順当な勝ち上がりを見せ準決勝に進んだ福岡・大中ペア。福岡大学相手に息の合ったダイナミックな演技を披露します。5対0で決勝戦に進むと、その勢いは止まりません。決勝戦でも向こう側女子大学を圧倒し、福岡選手は見事3連覇を達成。さらに個人戦でも薙刀さばきが冴え渡ります。優勝まであと2勝とし、迎えた準決勝では序盤から果敢に相手を攻め立てます。しかし相手に一瞬の隙をつかれ、先にリードを許してしまいます。その後反撃するも一本を奪い返すことはできず、準決勝敗退。結局団体戦も敗れ、三冠の夢はついえてしまいました。それでも演技競技では見事な3連覇。これまで流した汗と涙はきっと新たな舞台で
大きな力となるはずです。今年3連覇がかかっていたので、すごくすごく緊張していて、でペアも新しくなっていたので、初めて後輩と組んで緊張した部分もあったのですが、自分の言うことにしっかりとついてきてくれた大中がいたので、2人で優勝することができたと思い、すごく嬉しいです。演技3連覇イエーイ。続いてのアスリートは東海学院大学ホッケー部、上園彩乃。小さな体からダイナミックなプレーを見せる彼女は、チームの主力として活躍する3年生。強豪校としての威信を胸に、全日本インカレで目指すのは、チームとしては王座で連覇取れなくて悔しい思いをしたので、インカレでは連覇をして優勝を勝ち取りたいと思います。そんな彼女の力の源は、仲間と過ごすたわいもない時間。同期です。で、あっちの3人が後輩です。自分合わせて14人います。部員全員では何人か。49人います。はい、しっかりしてるけど抜けとるね高校はキャプテンやってて、言うとこは言ってくれるキャプテンなんでね。ちっちゃいけど、ちっちゃいですけど大きい存在でしたよっていう。まあまあ彼女はですね、高校から始めたんですけども、高校では一応アンダー18の代表になって、大学に来てですね、アンダー21の代表になりました。まあ、小柄なんですけども、まあ、非常に足が速くてですね、まあ、ボールに対する執着心がある選手だと思います。はい、負けん気が強いもんですから、ボール際とかですね、やっぱり追う姿勢っていうのがやっぱりこう他の選手よりもこう引いててるかなと。各カテゴリーの代表に選ばれても満足しない飽くなき向上心、理想を追い求め日々練習に取り組みます。アシストっていうのが結構多くて、自分で点数を取ることがあんまりないので、アシストだけではなくて自分で点数を決めてチームに貢献できる選手になりたいです。全日本インカレ連覇へ、勝負の時は近づいていました。そして迎えた全日本インカレ1回戦を勝ち上がり、迎えた準々決勝。序盤から多彩な攻撃を見せる東海学院大学は、関東の強豪早稲田大学を寄せつけず7対0の完勝、準決勝進出を決めます。連覇まであと2勝に迫る東海学院大学ですが、準決勝の相手は打倒東海学院を掲げる立命館大学。試合は序盤から激しい打ち合いになります。そんな中、先に均衡を破ったのは立命館大学でした。スティックにうまく当たっていないものの、執念で押し込む見事なゴール。その後果敢にゴールに迫る東海学院大学ですが、立命館大学の鉄壁の守備をこじ開けることができません。するとセットプレーから逆に追加点を許してしまった東海学院大学。
全日本インカレ連覇の夢はここでついえてしまいました。上園選手は見せ場を作ることができませんでしたが、連覇を逃した悔しさを糧に次の大会で再び頂点を目指します。そして最後のアスリートは上智大学フライングディスク部の広島桃香。頭脳と持久力を駆使する究極と名付けられたフライングディスクアルティメットに魅了された彼女が、学生最後のインカレで目指すものとは。私たちのチームは3年連続で全日本学生選手権で3位になってるんですけど、まあ、ここ数年は優勝を目指している中での3位っていう、こう目標に届いてない状況で、今年もやっぱりその日本一になるっていうことを目標にやってきているので、もうちょっと頑張れたらいいなって思います。7対7で行われるアルティメットには他のスポーツにはない珍しい特徴があります。審判がいなくって、自分たちがルールを理解してジャッジしていくっていうのが特徴的なのかなと。よく言われるのはバスケとアメフトを足して2で割った感じっていう風に言われてます。コートの端と端にエンドゾーンっていうエリアがあって、そのエリアの中でキャッチしたら1点。大学から始めたにもかかわらずアンダー24日本代表にも選ばれた広島選手。そのプレーの強みはサッカーで鍛えられたといいます。ずっとサッカーやってたこともあると思うんですけど、結構体力、長距離とか持久力には結構自信があって、カットっていう、こうステップとかを踏んでこうディスクをもらいに行く動きが、まあ、自分の強みかなっていうふうに思います。で、1年生の時からもう試合に出ていて、そのスピードがあって、あとはまあ、アルティメットの場合はパスをする選手、スローワーとあとレシーバーっていう関係があるんですけれども、特にそのレシーバーとして そのパスを受けるセンスっていうのが、まあ、1年生の時から抜群いいなっていうのはずっと思ってましたね、はい、そこが一番強いポイントだと思います。普段は結構こうお菓子を食べたり甘々ちゃんなんですけど甘え棒なんですけど、試合中は結構怖くなります。ピシッとピリッとなります。学生最後となる全日本インカレ、自然と気持ちが高まります。特に今年は4年生なので、なんか自分のプレーでチームを引っ張りたいっていう思いはあります。広島選手が目指すのは全日本インカレの頂き、27年ぶりの優勝です。夢の実現へあと一歩に迫った全日本インカレ決勝。相手は去年の覇者、日本体育大学。上智大学は気持ちを一つにし、チーム一丸となって試合に臨みます。そんな中、先に試合のペースを握ったのは上智大学。広島選手が左の空いたスペースに走り込み、先制点をマーク。すると、パスも冴え渡ります。日本体育大学に対し1点リードで前半を折り返します。絶対来るぞ、絶対来るぞ、いいチャンスだ、いいチャンス来るぞ。しかし後半に入ると立て続けに失点を許し、
逆転される上智大学。タイムキャップも発生し、8点が決勝点となる中、日本体育大学に大きな大きな7点目が入ります。それでも諦めない上智大学、1点を返し6対7とすると、エンドゾーン付近でセットプレーのチャンス。このチャンスを生かし、土壇場で上智大学が同点に追いつきます。先に得点したチームが優勝となる緊迫した場面。底力を見せたのは日本体育大学でした。あと一歩のところで優勝に届かなかった上智大学ですが、広島選手が敢闘賞を獲得。仲間との素晴らしい思い出を胸に秘め、新たな舞台での活躍を誓います。